皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使村上水軍編第23回になります。殴り合いだ。敵が城から撃って出てきました。よしよし、我らの勝ちは揺るぎません。9000人も削られた。終わりですか。よし、いいよ、行きます。まあもう近い城から取っていった方がいいだろうね。次は勝家か。相手がもうすぐ集結する。朝廷より使者が来ております。簡易か、中武教。今が吉本1万8000出てきた。まずいまずいまずい。上限が広いところに行かないとね。1万8000ということは、あー、これどうだな。開戦したくないね。結構部隊が削れてるから。しょうがないのかな。この程度でしたか。これで相手が下がってくれればいいんだけどね。今兵削りたくないんだよね。これ吉本の軍さ、どうせ兵糧ないからすぐバレると思うんだよね、これ。もうなんかこう、なんか、こっち。こっち行っちゃうかな。いいやいいや、戦うのもったいないからね。もう別に取り戻されてもそんなに痛くないから、すぐ取り戻せるからね。さあ着いたぞ。さあ竹吉、内臓を食い破るんだ。ここだね。神原城まで行けばもう後ろは全部取れる。次は長篠へ。島左近の守る長篠へ。小早川隆景軍はどうやら逃げ切ったようだ。アルミ城取り囲まれたけど構うまい。さあ半兵衛頼むぞ。皆さん続いてください。小早川隆景はこっちに行ってみよう。岩村城へ、武田領へ。あー、講和締結してくれって言ってきた。誰が結ぶかよ。そんな結んだらうち滅ぶしかないじゃないか。武田にやられて。武田信繁の三男に信玄の息子だね。囲むのです。みんな勝ち時を上げよう。かたじけない。行くぞ。こっちは兵数減らない感じなのがいいね。今度は忠勝がいるみたいだね。ここの上限は2万2000だから、撃って出てきたらちょっと面倒だな。あ、撃って出てきたらちょっと面倒だな。これ多分9部隊になるよね。1万5000対1万9000か。勝てるか分かんないな。でも行くしかないな。信玄来る。信玄来る。もうこの辺の城はもうダメだな。あ、もうみんな出払ってるからね、優秀な武将はね。いいね。もう城取られちゃった。釜うまい。信繁の軍は今川領までは入ってこなさそうだね。これ多分ここ国境線で多分これ待機だ。じゃあこっちは進もう。どんどん武田に一個二個城取られたって構わんからな。交換しちゃおう。交換、武田領入んなくてもいいかもな、これだったら。あ、信長こんなとこにいる。いいぞいいぞ。囲め。いやダメダメ、打って出るとかダメ。ちょっとでも時間を稼げ。石を投げろ、石を。窓から石を投げるんだ。行くぞ。後に続け。今城、吉本まだまだいけんの。これ元気だな。兵糧足りるの。追いつかれちゃいそう。大丈夫かこれ。あ、取られた。ぐえぐぬぬ。よし、着いたぞ。囲め。まだ攻めれる。負けてやるわけにはいかぬ。お、
あ、これ東洋じゃないよね。初段だよね。ことじけなし。武田に土下座して通るかどうかも怪しいし、土下座しても今だとすごいふっかけられそうだもんね。兵糧30万とか。だったら飯田城とかさ、この辺狙っていきたいよな。少しでも有利になるように。進むぞ。あ、信玄南下してくるぞこれ。マジで？囲むのです。あ、吉本兵糧なくなった。バカめ。いいぞいいぞ。拍子抜けです。もう奴らに米がないことは分かっていたからな。武田信繁隊はうちの領に入ってこないんであれば。見逃してやってもいいな。とりあえずこれ今川領全部いけるかもしれないから、岡崎城行っちゃおう。でも東に行くつもりだったけど、その方がいいよねこれね。武田に1個2個城取られても構わないからね、こんな微妙な城だったら。稲葉山周りが残ってれば。囲むのです。囲め。信玄が来るよ。ちょっと待って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 。信玄が来るのはまずいな。これはこれは バトルの？いや一応進路的には城の上通ってないから、見守ろう。信玄が通り過ぎるのを見守るとしよう。ダメだ、戦ってはいけない。よし、なんか思ったよりいい感じになってきたな。出陣するぞ。いいぞ。いやー、北条とも接しちゃうのか。カンバラまで行くとやだな。相当嫌な感じだな。小田原の近くだしな。信玄が通過しようとしている。怖い。行きます。怖いけど、あー、これどうしようかな。反米隊なんか攻め込んでみる？あ、いや、右方じゃ。出陣しましょう。武田の城取ったらなんか信玄がぶち切れて襲ってきそうだもんね。無理しないように。うわ、兵糧38万も入った。すんごい。さあ、あと 1,2 ヶ月でもう今川の城はすべて手に入れることができそうだ。かたじけない。これ逆もまたしかりだもんね。兵糧1回不足しちゃうと1回9月待ったって全然足りないもんね。あ、そうか、今川に兵糧入ったんだ。これ出てくる今川軍が。おお、まあ、でももうそんなに大量には出せないだろう、城ないからね。包囲しましょう。よしよし。オッケー。もうバラバラだぞ今川の城は。手を打ちましょう。さあどんどん攻めるんだ。皆さん続いてください。ん？島津攻めか。九州は大変そうだね。龍造寺が手切れをしてきた。え？嘘？マジで？ちょっと待って。うち？我が領内に敵が迫っています。ああ、これはさすがに無理。これはさすがに無理かもしれない。あ、でも龍造寺は人材そんなに大したことないよな。西のメンバーとやれるかも。清水宗春とかいるもんね。元長、織田信忠もいるのか。あ、やれるなこれ。これやれるわ。やろう。分からせてやろう、誰に喧嘩を売ったのかを。海がないんだよな問題は。海があれば海でやれんのに。なんでこれなんかあたかも繋がっているかのようになってるんだ。ここには海があるはずなのに。くそ、バグじゃないのか。あ、これだったら元地下とか残しとけばよかったな。もうしょうがない。相手は50日後に到着。じゃあこっちは城上限1万1000か。
相手14万人とかで来んの？ちょっと待って。14万って。信じらんないな。まあ数はそんなに大事ではないよね。兵数上限は1万1000だから、勝てるんじゃないか？舞台の強さ。竜造寺高信が偉く強いね。あとは剣道頼康。海藻運。まあ、九州の強い武将たちがそこそこいるかなって感じだね。こっちの方が質は勝ってるね。大丈夫だね、多分。よしよし。もう早く今川戦終わらせねえと。やばいぞ、これ。とにかく。信玄。武田との停戦もちょっとタイミング見たいな。これもう、武田も城1個取ったし、今川への顔も立っただろうから、多分、停戦飲んでくれると思うんだよね、信玄は。信玄、これ以上、うちと戦争する意味ないだろうから。3万4000人出るのか。あ、ここいいね、刈谷。ここ行けば5万人出るから。こっち行ってみよう。進むのです。よし。待て待て、ハンベ。そのまま突っ込むのは非常に危ない。ちょ、行きたくない。皆さん、続いてください。あれ、トシエ何してんのこれ。ちょっと待って、なんかおかしい様子が。ちょっと、すれ違ってる、いつの間にか。ぐだぐだだ。あんま城ボロボロにしてほしくないんだが。あんま城ボロボロにするぞ。対武田戦に差し障るんだけど。中国地方の城みたいになっちゃうよ。キアカズマス5000人しか出なかったんだね。西名森信も軍を出してきて、あー、岩村に信玄が向かってる。すっごい歩いて。まあ、岩村くれてやるか。とにかく、今川の城をゼロにするのを最優先しよう。もう、殴られるままに殴らせてやろう、信玄には。しょうがない。行きます。進むのです。行きます。進むのです。包囲しましょう。あといくつだ、白。急げ急げ。片付けない。一回騎乗して対武田戦のようにさせてもらえるのかな。よし、士気なさらずとも我らの勝ちは揺るぎません。OK。いいよ。よし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 。片付けない。来たー。これはもらった。出陣。あといくつ？今川の城もうないよね、ないよね。あと1、2、3、あと3つ。武田が来るけど。拍子抜けです。お。また2人投用できた。すまねえな。小早川高景は1回返そう。4万人しかいないし、1回立て直ししなきゃいけないよね。取った城を整理して。ただ信玄がその時間をくれない感じだ。岩村城で戦うかな。守り側の方が有利みたいだし、半兵衛連れてくかな。やだな。でももう行かなきゃだよね。兵数的には、森田小太5900か。そんなに弱い部隊じゃないっていうか、むしろちょっと強いんだけどね、本当はね。信玄これ兵糧切れないかな。信玄の兵糧切れてくれればすごく楽なんだけど。あ、もうこんなん戦っちゃダメだよね、どう見ても。攻撃200とかさ、ちょっとおかしいんじゃないのっていう。やだね、やりたくないなこれ。手を打ちましょう。じゃあもうなんかこう。こうだな。じゃあ皆さん、カウンターパンチ入れてやるぜ。あ、違う違う違う、そうじゃない、こっちだろ。だから、いや、岩村くれてやればいいよ。だから今川の城を取っていこう。とにかく対今川終わらせれば信長とか使えるようになるから、なんとかなるから。信長と家康を使えば、本多忠勝出てくるからね。本多忠勝使えば、まあ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 。
悪くないはず。今は殴らせてやるよ、信玄に。多少手前の城取られてもね、奥にいっぱい城残ってるからね。兵糧も足りるしね。柴田勝家とかも使えるもんね、今川倒しちゃえば。あ、島左近もいたな、そういえば。うん、結構いけるはず。こっちはどうなった？ちょっと待って、うわうわうわ、やばいぞこれ。21万人攻め込んでくんだけど。ちょっと待って、バカじゃないの。あー、これやばい。あ、無理無理だな、これちょっと無理だな。停戦しないと。どうしようかな。竜造寺停戦飲むのかな、これ。知らない。でも頼むしかないの。ごめんなさいごめんなさい、本当にごめんなさい。承知いたしました。これ飲まなかったらもう後ろに下がって向かうしかないね。中途半端なとこに、いや、もう一部隊出ないかな、これ。どうだろう。6万人か。ルフィ、ルフィ出てきたな。ゴム人間出てきたな。どうかな。いや、出すだけ出しとこう。これ多分出といた方がいい。我に続け。まあ、使わないなら使わないで。兵糧はあるからね。無駄な散歩はしてもいい。ピクニックだと思って。あ、早く今川落としてくれ。東の連中、急げ急げ。もう100人だからね。行けば、つけば落ちるんだよ、これ。大友軍参戦で、さらに混迷を極める状態になった対今川戦争。果たして、無事勝利することはできるのでしょうか。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。続きを見たいと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。